では最後のセクションとなりました、パスウェイ解析やシステム生物学演習というふうに対して、始めたいと思います。でここではお配りしました資料のこの過去の問題について少し解説をしていきたいと思います。よろしいでしょうか。あ、その前に今まで の中で何か質問、コメントなどありましたら今お引き受けしますが、よろしいでしょうか。さて、内容でしたらじゃあ進めさせていただきます。じゃあ最後になりました、でここではですね、まあ、ここに先ほど見ましたようにそのお手元に配りましたそのバイオインフォマティクスの、技術者認定試験におけるその過去の問題を解いて、まあ、復習であるとかそして理解の確認そしてを通して、まあ、理解を深めていこうというものです。で最初にまず最初はその、まあ、平成19年の、まあ、TOEIC 69に出た問題なんですが、まあ、次のようになっています、まあ、5種類の、まあ、生物種について、まあ、6つの遺伝子、まあ、A から F っていうのがあります。でそれがゲノム中の有無を調べて、まあ、系統プロファイルを作成しています。で系統プロファイルというのはここに与えられているようなものですね。これでこれあれですね、答えが早速出てますねこれ本当はアニメーションにしてたんですけど、まあスライドがどういうの、あ、スライドにしてないのか。なるほど。まあ早速答えは忘れてしまったわけなんですけれど、まあ、生物種のその数の要素、まあ、この場合は1ですが、これはベクトルで表現されて、まあ、遺伝子がある場合は1、ない場合は0となっていますね。でその以下の系統プロファイルから、まあ、相互作用すると考えられる遺伝子の組み合わせは、どれなのか選択肢の中から1つ、選びなさいと。ただしベクトル中の要素、生物種の並びは同じになっているということです。まあ、要するに何かというと多分ここが生物種ですね。で生物種1については A と C と D を持っているというようなそういった形になっています。でこの中で、まあ、要するにこのどれが相互作用しているかといったような問題です。でこれはもうちょっと答えが出てしまったので先に言いますと、パスウェイ解析の一番最後の方で相互作用の予測というのがありましたが、その中で保存されているペアというのは相互作用する可能性が非常に高いというのが、あったわけです。でそこでこう見ていってみると、まあ、プロファイルが同じものが実は存在するわけですね。各種の生物主観で例えば遺伝子 の A、特にこの遺伝子 A は遺伝子 A と遺伝子 B というのは、まあ、プロファイルが、まあ、同じであると。でそういった意味でその要するに共進化したと考えます。要するに共に現れ共に消えていったというふうに考えられる。そういった意味で相互作用とすると期待されているわけです。なので、まあ、この場合は答えは遺伝子の A と遺伝子の C が相互作用とすると、考えられるわけです。これ大丈夫でしょうか。まあ、ここら辺は非常に簡単なので、よろしいかと思いますけど、私結構こう疑問に思ってほしいのは、なんかこう共進化したからといって果たして本当に相互作用するのかどうかっていうのはまた別問題なんですね。で相互作用しなくても共進化する場合はありますので、そういったところでこういったやり方自体が本当に実際に使える問題かどうかっていうのはもう少し考えていく必要があると思います。そういった意味でこういう考え方はまだ拡張の余地があるということです。出てない。はい、じゃあこれは平成19年度の TOEIC76 で、類似の問題としては平成21の TOEIC79 というのがありますが、これは代謝有速解析に関する問題です。で、まあ、ちょっと問題を読み上げると、いかに示す図というのはその代謝物の流速が定常である、まあ、代謝反応のモデルがあります。で矢印に添えられている数値というのは流速の測定値であって、ハテナっていうのは流速を測定していないことを、まあ、示しています。要するに未知ということですね。で、矢印に添えられてある数値、A は基質 で、B、C、D は中間産物。で、E と F が生成物となっていますね。で、この代謝流速モデルの解釈として、適切でないもの、でないものを、選択肢の中から一つ選んでくださいと。ただし、流速は、すべて0以上であると。まあ、要するに絶対、まあ、
あれですね、ゼロ以上ということになっています。で少し、考えてもらえると、ありがたいです。時間は、じゃあまず最初、D から E の流速は、50であるという話なんですが、これはまあ正しいか正しくないかというそれだけの話なんですが、皆さんどのように思われるでしょうか。計算はまだ終わっていないですかね。もし分かった方がいると、まあ、手を挙げて発表してもらえると非常にありがたいんですが、あ、はい、おう、できれば説明して、はい、どうぞ。流速っていうのは、その、多分、その、低床状態なんですか。そうですね、低床状態。そうするとね、A から入ってくる方が逆なので、はい、出ていくのがですね、合わせて100になればいいわけですから、そうですね。C から、ここに1回に行ったら50なので、はい、残りは。そう、5メートルと、あ、その通りです。まあ、ちょっともう少し、ちゃんと書いてやると、まあ、こういった式になるんですね。まあ、V4 っていうのは、まあ、V2 プラス V3 で、V2 っていうのが100から V1 を引いたもの。で、V3 から、V3 っていうのは V1 から50を引いたもの。で、これを練習しておけば、V4 イコール50っていうのは正しい道。で、先ほどおっしゃったように、多分こういう方程式を解かなくても、その流入と流出っていうものを考えて、最終的に、ここで50で出てるから、これは50になってるっていうのは正しいっていうのは、非常にいいやり方だと思います。で、C から次、2番。C から D の流速が0となる、場合はあり得る。あり得るかという問題なんです。これはいいですかね。もうこれはそうですね、ありえますね。まあ、そういう場合はその V1 が50になります。で V1 と V2 はハテナで、まあ、その V1 が50となるようにまあ設定することはできるので、まあ、流速が0となる場合にはすることはできるので、そういう場合はありえます。で次に、まあ、B から C への流速が測定できれば、すべての代謝流速分布が求められる。これはどうでしょうか。ここはちょっと計算がめんどくさいので、確かにすぐには答えられないと思いますので、これは先ほどこの上に示しました、この式ですね。この式を使えば、まあ実はその V2、ここをこうやって見てみると、実はまあ V1 が決まれば全てが決まる。で、V1 ってのはどこかっていうと B から C ってことなんですね。で、B から C が要するに分かれば、実は全ての流速っていうのは決定することができるということで正しい。で、こうなってくると、こう、もう残ったのは4番なんで、これが×になるしかないんですけれど、まあどういうふうに説明されるかというと、まあ、実際にはその、まあ、B から D ってここですね、V、ここで言われるこの V2 なんですけど、この V2 っていうのはまあ100からまあ V1 を引いたものであると。V1 は、まあ、少なくとも50よりも上なはずなんですよ。なぜかというとこの CF が50だからですね。なので V2 の最大は50になると。だからそういった意味で、まあ、最大する条件というのは、50にしかなれないので、流速60というのは、間違いというふうになるわけです。よろしいでしょうか。それでは次なんですけど、これは平成19年の、まあ、トイ77と思うんです。で、次の図はフィードバック制御とフィードフォワード制御を用いることによって、まあ、制御対象を満たす外乱要因、外乱ですね、がある状態で、その出力値を、目標値に制御する形を模式的に示しています。これらの制御に関する次の説明文の中で、不適切なものはどれか一つ選んで、ください。これはもう丸バツ形式になっているので、なんか手を挙げてもらえると非常にありがたいと思います。フィードフォワード制御は外乱が発生した場合にその影響が出力値に現れる前に
あらかじめその影響をなくすように必要な修正動作を行う制御方法方式であると。これは正しいでしょうか。正しいと思う人は手を挙げてください。はい、正しくないと思う人は手を挙げてください。正解ですね。これは正しいです。これは最初の方で説明したと思いますけど、フィードフォワード制御っていうのはその外乱が発生する、でそれをあらかじめその影響をなくすように必要な修正動作を行う制御方式、これそのままの意味ですね。じゃあ2番、フィードフォワード制御は与えられた操作量の結果である目標値をモニターしてから、モニターしてから修正するものであると。これは正しいでしょうか。正しいと思う方は手を挙げていただきたいですが、どうでしょう。じゃあ逆に正しくないと思われる方は、はい、そうですね。てかこれはもう1番の逆を書いてあるので、そのどっちかが何だろうというのが分かると思うんですけど、これはフィードバック の説明ですね、どちらかというと。はい、では3番、これはあと全部丸になるわけなんですが、徐々に2つとも説明していきましょう。フィードバック制御っていうのは、外乱が発生した場合に、その影響が出力値に現れてからでなければ、修正を行えないという問題がある。これは正しいですね。フィードバック制御っていうのは、出力値をモニターして、それに対して制御を行うものですので、確かに現れてからでなければ修正を行うことはできません。そういった意味では、フィードフォワード制御に劣ります。で4番はフィードバック制御とフィードフォワード制御は、それぞれ異なる、制御特性を持つために、両者を適切に組み合わせることによって、制御構造は向上すると。これはそうですね。フィードフォワード制御、フィードバック制御っていうのは、それぞれ利点と欠点っていうのが存在するわけです。フィードバック制御は、その要するに制御するまでの時間が長いけれども、制御は比較的簡単だと。フィードフォワード制御は、迅速に制御はできるんだけれども、なかなかその外乱に対する制御というのは少し難しい。その関数を、要するに制御機構をどうするかというのは非常に難しいところがあるというところで問題がある。ので、2つ組み合わせると、実は制御機能というのは向上する場合があると。という意味でもあると。ということですね。で次、平成19年の問78で、平成20年の問77、これは類似問題なので、ここには走ってませんが、ここに表示されているのは、平成19年の問78です。タンパク質の発現量の変化が次のような微分方程式で与えられるとき、この数学モデルの解釈として適切でない、ものを選択肢の中から一つ選んでください。ただし、X というのはタンパク質の濃度、A、B、ラージ K は定数、T は時間を表しています。で1番目は、定数 B が増加すると、X の定常状態の値は上昇する。2番、定数 A が増加するとタンパク質の合成速度の効果が大きくなるので、X の定常状態、は上昇すると。で K が X よりもはるかに大きいとき、 X は定常状態は B 分の A と近似できると。定数 A イコール0のときは X は時間とともに0に近づいていくと。どういうことなわけですか。じゃあまずですね、最初の1番、定数 B が増加すると X の定常状態値は上昇する。これ正しいと、思われる方は手を挙げて、ください。これはそうですね、少し計算しなければいけないかもしれないですけど、計算しなくても感覚的には分かるので、特に要するにこの数式の意味がきちんと理解できていれば、多分計算しなくても解くことはできます。解くということは答えることはできますね。じゃあ逆に、これは間違っていると思う方は手を挙げてください。お二方ですね。でも正解ですね。その通りですね。実際にはこの、
この、ここに当てはまるようなこの方程式を、まあ、解けばいいということなんですけれど、まあ、ちょっと面倒くさい式になるのであれなわけですが、でここの方程式っていうのは何かというと、ここで、増加、ここで減少を意味しているわけなんですね。だから定数 B が増加するっていうのは何かというと、減少の方が大きくなっているということに、対応するわけなんですね。で要するに入ってくる量と、まあ、出ていく量みたいなものがあったとして、出ていく量が大きくなりましたと。そうすると定常状態の値は、上昇するのではなく、減少するっていうのは、この数式を見ていればすぐ分かるというふうになります。じゃあ残りのものも見ていきましょう。で定数 A が増加するとタンパク質合成の項が大きくなるので X の定常状態は上昇する。これはこの逆ですね。これはだから A の方は増加の項なので、これが増加すると定常状態の値は 上昇します。大事で K がで3番目です。 K が X よりもはるかに大きいとき、定常状態の値は A 分の B と近似できる。でこれはどういうことかっていうと、要するに K が、X よりもはるかに大きい場合っていうのは、場合は要するにここが1と置けるような場合ですね。要するにこの方程式が a-bx と置けるような時です。でこの時は、まあ、ちょっと微分方程式を解くのが、あれかもしれませんけど、あ定常状態なので、まあ、要するに a-bx を解いてその時の x を解けばいいだけの話なので、これですね a-bx イコール0から、まあ、要するに x について解けばいいと。で b 分の a と近似できますという話です。で定数イコール0の時 X は時間とともに0に近づいていく。そうですね、これはまた何というか、もうそのまま要するに増加の項が全くないので時間とともにまあ0になっていく。でこの場合はそのこういう式としては、X の時間発展とはマイナス BX になると。でこれをその、まあ、X について解くとなると、エクスポネンシャルのマイナス PT になるので、まあ、時間がどんどん、要するに T が時間とともに0に近づいていくと、まあ、そもそも減少の項のみなので、まあ、これは容易に分かることだと思います。なので、真面目にこう式を解かなくても、この式の意味さえ分かっていれば、意外と分かるような問題というのが、分かるような問題になっております。で平成19年の問い79ですね、これもなんかこう非常に記述的な問題です。ロバストネスというのは生命システムが環境の変化や遺伝子の欠損に対して恒常性を維持する性質と考えることができると。次に示す説明文のうちロバストネスに関する記述として適切でないものはどれか一つ選べというわけですが、まあ、ここはちょっと記述的で非常に簡単なので、まあ、少し読んでもらってどれが正しいかっていうのを聞きたいかと思います。じゃあ1番、フィードバック制御やフィードフォワード制御はロバストネスを生み出すメカニズムである。でこれが間違いだと、適切でないと思う方は手を挙げてください。じゃあ2番、冗長なネットワーク構造はロバストネスの向上に有用であると。これが、適切でないと思われる方は手を挙げてください。3番、ロバストネスは脆弱性と言い換えられる。でこれが適切でないと思われる方は手を挙げてくださいと。じゃあ最後、4番、ロバストネスを評価する方法として感度解析や安定性解析が用いられる。これが間違えている思い方は手を挙げてください。そうですね、いや、まあ、これはそうですねということです。3番がバスロバストネスは、まあ、これはもうそもそも上に書いてありますね。欠損に対して恒常性を維持する性質、まあ、ちょっと分かりづらい表現になっているので分からないと思いますが、まあ、ロバストネスは脆弱性ではなくて頑健性です。なので、もう間違いは3番という。で1番についてもそのフィードフォワード制御やフィードバック制御はロバストネスを生み出すメカニズムと、いうことができます。で冗長なネットワーク構造っていうのは何かって、ちょっと冗長なネットワーク構造をあまり、冗長なっていうのは例えば、そうですね、簡単に言うとですね、
冗長なっていうのは、例えばある構造と、ある例えばある濃度からある濃度にまあ行こうとする場合があって、こちら側の経路とこちら側の経路があると、まあ、そういった場合のことを言うと、こういうのは冗長な構造というの一例というふうになる。要するにこっちのパスが消えたとしてもこっちを経由して通ることができるので、これはロバストメスの向上に非常に有用であるということが言える、そういった話です。で、平成19年問い80、これもだいぶ記述的な問題です。以下に示したように、遺伝子を濃度、遺伝子間の相互作用をエッジとした無効グラフを用いて遺伝子ネットワークを表すことができると。次に示した説明文の中で遺伝子制御ネットワークの特徴について記述として適切なものはどれか、適切であるものを選んでくださいと。ただし選択肢の中で、スケールフリー性とは、次数各濃度が持つエッジの数というのが分布が歴乗速に従う性質を、ランダムネットワークとはエッジが濃度間に規則性を持たずに貼られているネットワーク、さらに完全グラフとは、どの2つの濃度も必ずエッジで連結されているようなグラフをそれぞれ表す。ここでちょっとそういえば完全グラフの説明をきちんとしていなかったような気がするので、ちょっとしたいと思うんですけれど、完全グラフっていうのは要するにある各頂点間があるんですね。頂点がいくつか存在してあげて、この各頂点間に全ての辺が貼られている、全ての組み合わせによって辺が貼られている。これは4個の場合ですけど、3個の場合だったらこうという話ですね。要するに辺の数がこういう場合ですね。これ組み合わせっていう意味です。要するにこの頂点が N 組み合わせあって、その辺がこういう場合の時ですね、全ての頂点間にエッジが貼られている時のことを完全グラフと言います。で、この中で、適切なものはどれか、選んでいただきたいと。まず最初、遺伝子ネットワークにはスケールフリー性が見られる例はない。これが適切だと思われる方は手を挙げてください。じゃあ、すべての遺伝子ネットワークはランダムネットワークとみなされる。これが適切であると思う方は手を。じゃあ、遺伝子ネットワーク中で多数の遺伝子と相互作用するハブの要素を持つ遺伝子が見られる場合がある。これが正しいと思われる方は手を挙げてください。すべての遺伝子制御ネットワークは完全グラフである。これが正しいと思われる方は手を挙げてください。ということです。で、回答から言うと、そうですね、3番 の、 その遺伝子ネットワークの中で多数の遺伝子と相互作用するハブを役割を持つ遺伝子がある場合があるというのが正解です。遺伝子制御ネットワークにはスケールフリー性は見られる場合がありますし、全ての遺伝子制御ネットワークはランダムネットワークとはだいぶ異なった形をしています。で、またその全ての遺伝子制御ネットワークは完全グラフ、こういった全ての遺伝子と連結するような形はしていません。ですので3番が正解です。次は平成20年の問い68です。これは少し、厄介かもしれません。互いに遠い進化的関係にある4種の原核生物のあるオペロン中の遺伝子の並びを示しています。で、4種の原核生物中3種以上でオペロンの中で遺伝子の順番が保存されている場合、それらの遺伝子にコードされているタンパク質は相互作用すると予測すると。で、この場合その遺伝子 α と β の順番が保存するといえば、例えばそのオペロン中の中で遺伝子 α が上流で遺伝子 β が下流にあるという関係が複数のゲノムで観測されることを指すと。で、この時他の遺伝子がその2つの遺伝子 α、β の間に存在して良いものとすると。で、次のオペロンの構造の図から予測されるタンパク質相互作用として最も適切なものを選択肢の中から1つ選んでくださいという話です。これ問題の意味大丈夫でしょうか。結構ややこしいといえばややこしいので、これはですね、左側にある方が上流って言うんです。右側にある方が下流って言うんですね。はいはい。この下の選択肢の方、はい、下にある方が下流。
はいはい。例えば、B、C、A、はい、X、この B と A と C が一緒になった場合に、その X が損したら、仮に。あ、これは違います。これは相互作用の図です。相互作用の図なんですね。要するにこの順番で与えられたと、遺伝子中にこういう遺伝子の並びで存在してます。その時に相互作用するネットワークの形としてはどれが最適というか、どれが一番適切なものになっているでしょうかというの問題なんですね。ちょっとこれは厄介というか少し複雑なので面倒くさいかもしれませんけど、結構これはパズル的な要素が多いので、そうですね、じゃあ、 まあ説明していきたいと思います。じゃあまずこの中でですね、特徴的な相互作用であるこれ A と X が相互作用するかどうかっていうのを、まあ見ると多分分かりやすいと。でこうやって見てみると、要するに3種以上で保存されていれば OK なわけなんですけど、要するに X が上流にあって、ちょっと待って、3種以上で順番が保存されている場合だから、要するにこの場合だと X が上にあって A が下に、 X が下流にあると。でこの場合は A が上流にあって X が下流にあると。で X が上流にあって X が下流にあるということなので、この組み合わせからいくと X と A は絶対につながらないというのが分かるので、1番ではまあないというのが分かるとなってくると、このまあこの2番か3番か4番かというふうになっていくわけなんですけれど、で次にこうまあこの2番か3番かというふうに的を絞ってみると、ここで違うのはまあ C と D が結合するかどうかという話なわけですね。要するに C と D が結合するかどうかというのを見てみると、で C と D の順番が並んでいるのを数えてみると、例えば生物1では遺伝子 C が上で、遺伝子 D が下になっていると。でここではその並びは保存されている、生物種2では。で生物種3では、C が上で D が下になっているけれども、生物種4では D が上流にあって C が下流になっているところであって、要するに3種以上で保存されていないので、ここは保存されていないというのが分かると。となると次は A と D が保存されているかどうかっていうのが、結合しているっていうのが分かれば、もう2番が分かれば2番だし、この A と D が結合しないっていうのが分かれば、C と A が結合するっていうのが分かる。なので次は A と D を見てやると。で、ここでやって見てみると、1番では A と A が上流にあって D が下流にあると。で、2番でも A が上流にあって D が下流にあると。で生物種も、A が上流にあって D が下流にあって、生物種でも A があって D が下流にあるので、これは結合するということが分かったので、実はこの答えは2番というふうになるわけです。これよろしいでしょうか。ちょっと、まあ、面倒くさかったのであれかもしれないですけど、はい、じゃ次は平成20年ですね、問い78番、問い78に行きたいと思います。右の図のような、タンパク質、X、Y、Z からなるフィードフォワードループが、あります。で、シグナル SX っていうのを感知してタンパク質 Z が合成されるわけです。で、Z の合成式っていうのは次のように表されています。このようにですね。で、この θ x というのは何かというと、まあ θ x というのはその sx が、まあ0より、あ、ゼロより、これあれですね。ゼロより大きいですね。ここは間違い。ゼロより大きければ1と。で、ゼロであれば、sx であると。で、θ x は、y が 0.5 以下であれば、0と。0.5 より大きければ1になるというのが関数です。
でこの時にその xy と y の時間変化に対する z の時間変化曲線で最も適切なものを選択肢の中から選んでくださいといった問題です。でここで重要なのはその式位置ですね。 sx と y っていうのは0と 0.5 というふうにして異なっているというのが一つミソになっています。SX の入力としては最初が短く後が長い入力になっています。それに対して Y の応答、まず最初 Y の応答というのは最初 0.5 以下の小さい発言があり、その後長い入力で強い発言があると、要するに 0.5 よりを超える発言が存在するというような形になっているわけですね。でここでその注目すべき点はまず1番に最初にピークがあることですね。 Z に対してピークがある、これが正しいか正しくないかということなんですけれど、このシータ、これは X になってるな、シータ Y ですね。これシータ Y っていうのは 0.5 よりも大きくなければ発言しないというようなことが分かっているわけなんですから、この XZ っていうのは Y が 0.5 よりも大きくなければ増加しないということなので、この1番の一番最初にある小さいピークっていうのはこの式からは絶対に導出することはできないので、1番は間違いということは分かります。ということは残りの2番、3番、4番ということになります。だけれどこの4番というのは、ステップ関数になっているわけですね。でこの式を見てみると、このステップ関数で、の挙動を示すようなところというのはどこにもないわけです。この Z を見てみるとといった意味で4番というものは省かれるわけです。つまり2番か3番かということになるわけなんですが、でここで2番が正しいと思われる方は手を挙げていただきたいわけです。わからないでしょうか。じゃあ3番が正しいと思われる方は手を挙げていただきたい。そういうわけですね。皆さん大変優秀でありがたいわけですが、3番が正しいわけです。でここで重要なのはその、SX と SY の、 その式位置の値が違うということがミスです。つまり要するに時間遅れがあるというのが、ここのミスになるわけです。で2番の場合は時間遅れがないような形になっているわけですね。そういった意味で、2番は違うと。したがって残るのは3番。3番が正しいと。では次、平成20年の問い79番ですね。で数はその下の図というのは出力値 Y、目標値入力 Y0 に制御するフィードバックシステムであり、出力値 Y というのは β 倍されて入力値にフィードバックされると。で K は原因であると。でこの時、次のような式がある。 K かける括弧 Y0 マイナス βy 括弧閉じイコール Y の関係が成立するとしますと。でこのフィードバックシステムの記述に関して不適切なものを選択肢の中から一つ選んでくださいというものです。で1番は、というわけです。いかがでしょうか。まず1番、y イコール、この式なので、k が非常に大きいとき、出力値っていうのは、
ベータ分の Y0 となるので、出力値 Y は K の値の変化に対して、ロバストになると。これが不適切だと思われる方は、ちょっとこれ式変形が必要なので少し時間がいるかもしれません。じゃあ K が非常に2番ですね。K が非常に大きいとき、ベータの変化に対して、出力値 Y はロバストになると。これが正しい、不適切か、不適切だと思われる方は、手を挙げてください。そうですか。じゃあ K が非常に大きいとき、K が非常に大きく、ベータが1のとき、出力値は、Y イコール Y はその Y0 に前近すると。これが不適切だと思われる方は手を挙げます。ベータが大きくなると出力値 Y っていうのは小さくなる。これが不適切だと思われる方は手を挙げます。ということで、そうですね。正解は2番が不適切。K が非常に大きいとき B の変化に対して出力値はロバストになると。これは間違いだと。この式から見てみると、ベータが実は非常に小さいとき、Y というのを発散してしまうわけなの、発散というかゼロに小さくなれば非常に大きな形になるのでロバストにはならない。ですので、2番は間違いとか。で、1番は、まさにその通りですね。ここに書かれてある通りなので、出力値 Y は K の値に対して、変化に対してロバストになるというのは正しい。で、3番は、このままの通り。で、ベータが大きくなると出力値は、Y は小さくなるというのはこの式ですね。この式の通りということになります。じゃあ、平成20年の問い80ですね。時間の関数である、変数 Y1、Y2 からなるシステム連立微分方程式が以下のように表されていますと。で、行列の固有値を求めてシステムの安定性を論じることができますが、平行状態、原点におけるシステムの安定性に関する記述で最も適切なものを選択肢の中から一つ選んでくださいと。で、安定とはそのシステムに接動が与えられた場合、速やかに元の平行状態に戻れることを言います。これは先ほどの固有値解析の問題ですね。要するに速やかに元の平行状態に戻れるかというのは、要するに速やかにある値に収束できるかというようなことになるわけですね。なので、実はこの行列の固有値を本当は求めないといけないわけです。この固有値はともかくとしてですね、この固有値がともかくとして、まず、固有値が1、2であるのでシステムは安定であるというこの文章自体に、なんでこれ適切であるかどうかですね、が適切であると思われる方は手を挙げてください。じゃあ2は、固有値1、2であるので、システムは不安定であると、この記述そのものにが適切であると思われる方は手を挙げてください。で、問い3、固有値、はどちらとも負であるのでシステムは、安定であると。これが、正しいと思われる方は手を挙げてください。で、固有値、マイナスが負であるのでシステムは不安定であるということを手を挙げてください。そうですね、答えは2番か3番かのどちらかになるわけですね。要するに固有値が1、2であるのでシステムは不安定である、要するに正であるのでシステムは不安定であるという記述自体は正しいと。で、固有値がどちらとも負なのでシステムは安定である、これも記述的には正しいの で1番と4番は記述的に間違っているので、この2つはありえないという意味で2番か3番になるわけなんです。なので、本当はここは要するにこの固有値がどうなるかというのを解かないといけないわけなんですが、多分この連立微分方程式を解いた方っていうのは結構多いかと思うんですけど、こういうのを解きますよね。
で基本的にこういう文法措置を解くときは、解くわけなんですが、見た方がいいのかな、解いた方がいいんだろうか、まあ、要するに、まあ、こういうことなわけですから、まあ、これがこういうことで、これがここ0に0とどうなるかっていう話に、まあ、落ち着くわけなんですね。つまり、まあ、ここを求めればいいわけなんですけれど、それをここで求めると、まあ、次のようにここの式になるわけですね。でこれがイコール0の時の時を求めれば、まあ、いいわけになるわけですね。でこれは、まあ、今日から解き方としてはそのたすきがけで解くような形になっていて、まあ、ここの式から次のように得られるわけです。要するにこことここをかけて、こことここをかけたものを足すとイコール0になるというのでここの式になります。よろしいでしょうか。でこの微分、あ、この方程式を解いて、まあ、次のように書き換えられると。でこの解が、こうなる。なので固有値は、まあ、実はマイナス1と、マイナス2というのが、まあ、すぐ分かるわけですよね。ので、まあ、固有値が負であるということを、がすぐ分かるので、要するに固有値は負であるので、まあ、システムは安定であるということが分かります。この固有値の求め方って習われたかってどれぐらいおられますか？あ、はい。はい。そうですね。まあ、これ、どうなんですね。まあ、線形代数じゃん。まあ、微分方程式をやればすぐ出てくる問題なのですが、まあ、こういった問題がある。で、まあ、こういう問題が出たときは、まあ、こんな風にして解いていただければいいわけなんですけれど。はい。多分、学部なんかでもこうやってると思うので、ちょっと昔の授業なんかを少し引っ張ってもらえるとありがたいんじゃないかと思います。はい、じゃあ平成21年の問いの78に行きます。酵素反応速度式であるミカエレス面転式は、以下のように、まあ、示されるわけです。まあ、次はここの形ですね。この形に示されます。で T は時間で、P は生成物の濃度で、S は気質濃度、 V は最大反応速度、 K はミカエレス定数。ミカエリス面点の記述として不適切なものを選択肢の中から一つ選んでくださいということです。でミカエリス定数が大きいほど、気質と酵素の結合力は、弱いと考えて良い。これが不適切だと思われる方はおりますか。これは2番はちょっと分かりづらいかもしれませんけど、気質濃度の逆数と反応速度の逆数をそれぞれ Y 軸と X 軸にプロットして得た直線の X 軸の切片の逆数の絶対値をミカエリス面点と、ミカエリス定数と見なしてよいと。これはちょっと式を変形してみないと分からないですね。まあ、現時点でこれが不適切だと、まあ、思われる方は。じゃ気質濃度が、3番ですね。気質濃度がミカエリス定数より十分に小さいとき、反応速度は気質濃度に比例すると見なしてよいと。これが不適切だと思われる方は。で4番。気質濃度がミカエリス定数の2倍の時に反応速度は最大になると考えて良いと、これが不適切だと思われる方は。じゃあ逆に言うとどれが正しいでしょうか。ミカエリス定数が大きいほど気質と酵素の結合力は、弱いと考えて良い。これは正しいのか正しくないのかという。ここは多分すぐ分かるんじゃないかと思います。これ正しいでしょうか、正しくないでしょうか。正しいと思われる方は。
そうですね、これ確かにちょっと難しいですね。じゃあちょっとこれは説明していきましょう。でこれ1番は正しいです。でこれは何でかというと、これは最初のミカエレスメンテの導出のところで、随分やっていたわけですけど、ミカエレス定数というのは乖離定数と等しいです。で乖離定数というのは酵素と基質の、離れ具合というのを話すんですね。要するにその離れ具合というのが非常に大きいということは結合力が弱いと考えて良いので、ミカエレス定数が大きいほど、基質と酵素の結合は弱いと考えて結構です。でちょっと2番は分かりづらいんですが、これは正しいです。逆数をこうやるわけですね。そうすると、こうなると。で、これの Y 軸との接辺を見つけると。要するに、ここまでの式ですね。ここまでの式。で、これを、解くわけなので、その S 分の1イコールの形にしてやれば、それなので、それが、K 分の1の、マイナス K 分の1になっていると。要するに、これの逆数の絶対値はミカエレス定数になっているので、これは正しいと。で、基質濃度が、3番、基質濃度がミカエレス定数より十分に小さいときに反応速度は、反応速度は基質に濃度に比例するとみなしてよいと。これは、実は正しいわけですね。ミカエレス面、定数が非常に小さい、要するに濃度が非常に低い場合のときは古典的な化学反応と、非常に近いような形をしています。ですので、比例するとみなして OK です。多分ちょっと思い出してない方もいるかと思いますが、この挙動というのは要するにこういうふうにします。でここで言っているのはこの基質濃度というのがここですね。ここの最初のところを言うわけです。なのでここは比例すると見なしてもいいわけです。大きいところではこうやって頭打ちになってしまうので、そう見なすことはできないわけですが、基質濃度が低い場合は古典的な化学反応速度論がにも使うことができます。したがって4番が間違いということになるわけなんですが、基質濃度がミカエレス定数の2倍の時反応速度は最大になると考えていて、これは多分ちょっとした引っ掛け問題で、実はミカエレス定数っていうのが反応速度の2分の1の最大速度の2分の1の基質濃度を与える基質濃度が K になっているのがミカエレス定数になっているので、なんかそう思うと要するにミカエレス定数が2倍の時にはなんとなく反応速度が最大、要するに反応速度とイコールになるんじゃないのかというような、勘違いをこう引き起こそうとしているような、そういう問題になっているわけですが、単純に、式に当てはめてみれば、3分の2の V となって、決して反応速度が最大になるというのが分からない。式を見ても、単純にこれはその Vmax に前近するだけであって、必ずイコールにはならないというのは分かるわけですから、最大速度とイコールにはならないわけです。これが多分最後の問題になりますかね。平成21年の問80という問題です。ある節足動物の肺における遺伝子 α の発現を考えますと。でこの遺伝子というのは調節領域 A、B、C を持っていますと。で、A にはアクチベータータンパク。で、B はそれぞれリプレッサータンパク。B、C にはそれぞれリプレッサータンパク質。Y、Z が結合しますと。で、この遺伝子はアクチベーターが結合していないと発現しません。しかし、アクチベーターが結合していても、リプレッサーが1個でも結合していると、この遺伝子は発現しませんと。肺は8つの区画に分割され、黒く塗りつぶして示されてある区画で遺伝子 XYZ が発現しているとします。この次の発生段階における遺伝子 α の発現のパターンとして正しいものを選択肢の中から一つ選んでくださいという。これ随分厄介というか面倒くさいですね。ここでだから重要なのは、アクチベーターが結合していないと発現はしないわけです。しかし、アクチベーターが結合しているとしても、リプレッサーが1個でもあれば、が1つでも結合していれば、この遺伝子は発現することはないと。要するに、A がなければ
発言することはないんだけれど、じゃあ X が、だから X が発言していなければ、アルファは発言することはないわけですが、Y や Z がたとえどうか一つ発言したとしても発言しないということ、ないということですね。これちょっとややこしい。まあ、冷静になって考えてみれば多分すぐ分かると思うんですが。というわけなので、ここで多分何を考えているか。要するに、X が発言していて、Y も Z もないセルっていうのが発言するっていうのが分かるわけです。で、こうやって照らし合わせていくわけですね。これ、それぞれのセルになっているわけです。これが一つずつそれぞれのセルになっていて、まあ、それぞれの規格になっていると。で、X が どこの区画にあるかっていうと、まあ、こことこことこ。これですね。これに対応するわけですね。対応するとこうなる。で、Y に関しては、まあ、こういうふうになって、Z になってはこういうふうになっているというのを、全部組み合わせていくわけです。で、こうなってくると、要するに、X があって、Y も Z もないセルだけが発言するわけですから、こうやって見てみると、要するに、X しかないセルっていうのはどれかっていうと、実は3、ここだけですね。ここだけ。左端だけですね。左上だけが発言するっていうのは。ことなので答えはどれかというと、実は3番ということに、なるわけです。これは先ほど のブーリアンネットワークとの、関連だと思っていただけると、簡単に解けるのではないでしょうか。というわけで演習は以上ですが、まあ、大変長い間お付き合いいただき、誠にありがとうございます。最後に何か質問があればお受けいたしますが、何かありますでしょうか。まあ、このバイオインフォマティクスのこの技術者認定試験におけるこのパスウェイ解析やシステム生物学の範囲というのは、まあ、そこまで広くなんていうか割合を占めていないですし、そんなに難しい問題でもないわけなので、まあ、ここら辺の問題をきちんと押さえていただければ、この中でその技術者認定試験を受けられる方というのは、いいかと思います。なので、こう、式をきちんと解くというよりは、その式の感覚ですね、何が増加するとか、何が減少するかって、そういう感覚を身につけていただけると、特に式を解くこともなく、簡単に解くことができるんじゃないかと思います。よろしいでしょうか。それでは本日は長い間ありがとうございました。